ガンダムアーティファクト変えたよ配信、イエーイ。ガンダムアーティファクト近所の店で買うことができました、イエーイ。青田ファさんみたいになってるいやー、ガンダムアーティファクトね、土曜日の配信の時に今度こういう食玩が出るんですよっていう話をしましてね、そしたらその動画を YouTube にアップしたら、普段ね2桁行くことも稀な僕の、この配信動画が、再生回数が650回を超えるという、まあ、僕自身にとってはかなり記録的な出来事になりました。まあ、それくらいね、この食玩、ガンダムの最新食玩ですね、ガンダムアーティファクトに対する、世間の注目っていうのはすごいものがあるんだなっていうのを感じてたんですけど、まあ、その時はですね、まだ発売前だったので、あと3日後か、みたいな話してて、それがですね、昨日1月25日に、発売になりました。で、残念ながら僕のこうね、普段行くスーパーとかでは、最近こういうね、ちょっと高めのロボットの食玩みたいなのね、扱う店が少なくなっちゃってて、やっぱりね、そういったお店を覗いてみても入荷されてなくて、あ、やっぱり扱ってないか残念だなっていうのでね、まあしょうがないんでね、今回はネットで買おうっていうので、ネットで注文はしたんですけど、今日ですね、私の行動範囲で行ける中で、最も遠い宇宙都市サイド3はガンダムのネタですけど、最も遠いけれども、ギリギリ行ける範囲にある、しかも食玩をたくさん扱ってくださっているコンビニ、セブンイレブンさんがあるんですけど、今日ね、その近くに行く用事がたまたまあったんで、もしかしたらと思って覗いてみたところですね、なんとありました。ガンダムアーティファクト、嬉しい。これ、しかもこれね、ボックス番号2番、EXS ガンダムなんですよ。超欲しかったやつ。でね、まあ正直他にもあったんで、買っては来ているんですけど、ね、ちょっとここでね、あれですよ、季節外れの怪談ですよ。怖い話。ね、ガンダムアーティファクトのボックスって、10個入りなんですね。全5種類で10個入りのがワンボックスなんですね。で、お店にワンボックスそのまま全部入った状態で置かれてて、あれもしかしてこれ今頼み出ししたばっかりかもと思って見たら、ちゃんとね、本当に全部の種類が残ってて、おやったーと思って、まあ一種類ずつ買ってたんですけど、この裏に、まあラインナップが書いてるんですけど、この5種類の中で、そのワンボックス覗いてみたら、5番のバイオランカスタムだけ入ってなかったんですよ。5種類あるうちの、バイオランカスタムだけ箱に入ってなかったんですよ。わかんないですよ。もしかしたら、2ボックスあって、それがある程度売れたんで、1ボックスにまとめた結果、バイオランカスタムだけなくなってる可能性はあるんですけど、もしかしたらこれ、ワンボックス買ったのに5種類揃わないパターンが本当にあるんじゃないのかっていうね、恐ろしい話なんですよこれ5種類のものでワンボックス10個入りってことは、まあ均等に入ってれば、ね、同じものが2つずつ入っているパターンになるんですけど、で今回それじゃないことは他の方の動画でね知ってたんですよ、不均等アソートだっていうのは。たださすがにワンボックスで少なくとも5種類は揃うだろうと、多少偏りはあっても5種類はあるだろうと思ってたのに、まさかのね、まさかもしかして5種類揃わないボックスあんのって、私ネットでワンボックス注文してるんですけど、もうその中でそれで5種類揃わない、まさかのねバイアランカスタムがその中に入ってなかったら、ボックス買いして店でも買ったのにバイアランカスタムが手に入らないという季節外れのね恐ろしい話ですよ幽霊とか別にねもう怖くないですよ。もし幽霊が現れたらですね、あ、ごめん今ちょっと配信始めるからちょっとそこにいてっていうぐらいですけど、まさかね5種類10個入りのワンボックス買って5種類が揃わないなんていう恐ろしい話がねあるとは思いませんでしたよ。バンダイさん、ちょっとねそこは考えてほしいですよでね、そんなどうでもいい話をねいつまでもしてないで、これね EXS ガンダムちょっとね開けてみたいと思います。
こんな感じで入っていますね。500円の食玩とはいえこのパーツ数すごいね。これね、ちょっとまあ袋に入ってると分かりにくいんで今開けちゃいますね。ちょっとカチャ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 言ってうるさいかもしれないからマイク下げますね。これ私の指のサイズって見てほしいんですけど、これこの部分、ここ今指先で示してるこれが顔のパーツなんですけど、ちょっともうね近くに行くとボケちゃうんであれね分かりにくいと思いますけど、これねもう本当にね小指の爪なんかより全然ちっちゃい、サイズですね。これね、さっき言ってたのはこの胴体でやっと指の太さぐらいですね。めちゃくちゃ細かい。これはすごいな。でこのねパーツ数すごいですよやっぱり。全部ね約50パーツに分割されているというふうにね、ホームページなんかでは紹介されていたんですけど、EXS ガンダムもともとね非常に複雑な造形のモビルスーツなんで、それがねこれバックパックわかるかな、バックパックの、バックパックの、バーニアのそのあれですね、スラスターの噴射方向を変えるためのパーツ、これにこれ自体も細かいけど、ああ映らないか、これにねちっちゃいひげみたいなものがピン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 って生えている、ここまで造形されているという、いやーすごい。これね、ちょっと今ねどうだろう、これ多分ね全部組み立てるとなると結構な時間がねしっかりかかっちゃうんで、今顔のパーツだけちょっと作ってみようかと思いますね。あこれあでもタッチゲートってわけではないのか、あのバンダイさんがねよくやられてるもぎ取るだけシリーズのような付き方をしてるパーツもあるけど、あでも基本そうじゃないかな、これもタッチゲートっぽいパーツの付き方してますね。タッチゲートはねもぎ取る刃にはいいんですけど、ニッパーの刃を入れにくいというねちょっと欠点があるんですけど、よいしょ、ね、説明書も見ずにパーツを切り始めるってね、本当プラモデラーとしては、ね、非常にダメな開始の仕方なんですけど、まあ、今回はねちょっと特別ということで、今多分頭部になる作るのに必要な4パーツをね切り出してみましたこれどうやって組み立てたらいいんだっていうくらい、これ今この手元にあるキーボードにもし落っことしたらキーボードの隙間に入ってもはや救助できなくなりそうなんで、ちょっと退避しますねこのパーツを組み立てるってなかなかこれもう老眼との戦いだな。ちっちゃいよ。ああ落としたやっちまった。あった発見できるところにあったこんなの相当これ手先の器用さも要求されるんじゃないのこれ。よいしょ、あ組み上がった。これなんかでクリップで挟む、よいしょ、今頭部が完成しました。指のサイズと比べてこんな感じちっちゃいってもうカメラに映りゃしない、焦点が合いそうなとこまで聞くとこのくらいになるのか、なんか比較対象になるものあるかな、ちょっと今探しますね。
いつも使ってる乾電池ボックスが見つからない。これなんとなく身の回りのもので想像できそうなサイズ。これ100均の、巻き取り式ヘッドフォンですね。でヘッドフォンのイヤーピースがこのサイズで、頭のパーツがこれです。これ小銭ですね。これ小銭探そう。小銭近くにあるはず。小銭といえば100円玉かな。これ100円玉、100円玉に重ねてみるとこのサイズでね、今頭のパーツ組み立ててと思ってたけど、もうね指の太さ的にはめ込むのがすごく辛かったこれすごい何これって。でもねちっちゃーってねなるよね。でもねこれ顔のね横の部分とか、すっごい細かいけど顎のとんがった部分とかね含めてもすごくすごくよくできてる。今すぐ近くですね、上半身だけ取った。まあいいや。これマスターグレードの EXS ガンダムです。このマスターグレード100分の1マスターグレードEXS ガンダムさんと比べるとこんな感じ何これすごいな、このサイズのプラモデル。いやー久しぶりにね、このサイズのプラモデル出てくれて嬉しいな。これこのサイズのプラモデルでガンダムの関係で言うとね、昔森永さんからガンダムチョコスナックっていうお菓子が出てて、それのおまけのプラモデルがねこれくらいのちょうどサイズなんですよ。でもね、そういうものがさっと出てくるのがね私の部屋のいいところですよ。こちらはそのチョコスナックの、おまけの方が入ってる方の箱、これは再販された時のね復刻版のモイルスーツセレクトっていう名前で出たわけのものなんですけど、ここに入っている、これねガンダムが入ってるんですよ。でその時のガンダムのプラモデルのパーツ、今ね比べてみて同じぐらいなんだと思ってたんだけど、同じガンダムの顔でももはや森永版より全然ちっちゃい。うわーすごいな。全然ちっちゃいけど、作りの目の細かさ的には全然こっちの方が細かいですね。ひゃーほら本当にすごいもん出してきたねバンダイさんいやーこれね、まあ、ちょっとね全部組み立ててる時間が今ねあんまり取れないんで、組み立てた様子はね、また動画でも作ってアップしようと思いますし、これね EXS 幸運にもね手に入れることができたし、まあ、ボックス買いしてるんで、ボックス買いした方の中にもEXS がちゃんと入ってることを信じてですよ、信じてるんですよバンダイさん。こっちの方はマーカーで塗装をねしてみようかと思ってるんです。ただ僕は環境的にエアブラシを使えない環境にいるし、僕自身の腕前としてもエアブラシをきっちりやれる人間ではないので、こういったねガンダムマーカーをと使って、まあ、マーカーを皿に出して、筆で塗るっていうやり方で、まあ、ちょっとどこまでねいい感じに仕上げられるかっていうのにチャレンジしてみたいと思っています。いやあまりにねあまりに嬉しくて店まあねこれ売ってないかなって思いながらその店には当然行ったんですけど、やっぱりね心の中でまあ無理だろうなっていう気持ちを持ちながら行ったので、もう本当に店の中で見つけた時にね本当にキャーって悲鳴を上げそうになったんですよ本当にもういい年したおじさんがねキャーってなってるところをね、エッジ部分は綺麗に
てる感じですか。ですね、出てます。あのエッジめちゃめちゃ、あのですね、綺麗に、あのなんだろうな、あの綺麗にカクカクした面が、あのどこまで出てるかっていうと、あのなんだろうな、すごい技巧派の職人さんが研ぎ出したみたいな、あの鋭利な面にはさすがにそこまでは届いてないですけど、あのこのサイズの、ミニプラモデルとしてはもう十分なエッジが出てますね。あの量産品でこの細かさは素晴らしいと思います。さすがにあのこの、胸のダクトですね、エアインテーク部分の、あの細かいフィンの部分がはちょっとやっぱり溝が浅くなっちゃったりしてますけど、まあ、これでほんま、カメラがね、カメラの性能で本当映らなくて申し訳ないんだけど、このパーツの中にね、この辺にもね、ちゃんとモールドが入ってるんですよ。これ細かいモールド、映り込まないけどモールドもちゃんと掘られてます。さすがにモールドのね、これ光の加減でちょっと見えるな、モールドの深さはものによってまちまちな感じではありますけど、ここはねちゃんと掘り込んでやればかなり、細かいディティールが出るんじゃないかと思いますね。いやー、パーツの分割もすごいなこれ。肉抜きがさすがにあるんはあるんですよ。どこだっけな、ハイニューはなんか角の裏が抜けてるとかいう話じゃなかったっけ、違ったっけな。でもね、今パッと見た限りでは目立った肉抜き穴はなさそうですね。足の裏がちょっと抜けてるなとか、それくらいだな。すごいな、肉抜きもないのかこれ。ちょっとね、さすがバンダイというか、もうこれはすごいもの出してくれてありがとうとしか言いようがないですね。ね、ガンダムの顔を乗っけてもこれくらい、まあ分かりにくいかね。まあこのあたり、またね、組み上げたものとか使った動画とか配信とか、やれたらやりたいと思います。いやそう、さっきちょっと話の途中になっちゃったけど、お店で見つけてね、キャーって悲鳴を上げそうになったのを心の中で、今悲鳴を上げたら変なやつだと思われて警察を呼ばれて、結果連行されてこの食玩が買えなくなるから耐えろっていう自制心の働かせ方をねダメな人間の、はい、自制心の働かせ方ですけどもうね、本当にね、これ見つけられたのはね、嬉しくて、で嬉しく買ったので、急遽配信をすることにしたっていうね大人げないですな、本当にいい大人がね、食玩が買えたからって大喜びでね、誰かに言いたくなって配信を始めるっていう、これちなみに説明書ですね、ちゃんと紙の説明書、箱、よくね食玩だとこの箱の裏にね印刷されてるパターンとかあるんですけど、今回はちゃんと紙の説明書がついてますね。片面、裏は真っ白で、なのでこの工程だけ見るとそこまで複雑な組み立てにはなってないですね。関節がね稼働するわけじゃないので、基本的には固定ポーズのキットになるのでね。わあ、しかしすごいな。はい、というわけでですね、緊急配信、ガンダムアーティファクト解体を報告という、一体誰のためにやってるんだこの配信っていうね、誰のためかといえばもうね、もう私のためです申し訳ない、まあ、もちろんね、こういうものでしたよっていうのがね、報告いち早くできればと思って、まあ、始めてはいるんですけれども、ね、まあ、私の配信来てくださる方はね、こういうの好きな方が、まあ、多いので、いやー、これね、ぜひともやっぱね、予想通り非常に出来のいい食玩だと思いますので、もしねお店で見かけたらぜひワンボックスで450円で、税込みであらかた500円というね値段ですけれども、まあもしね、まあ一つ
手に取って買ってみるぐらいにはいいんじゃないかと。僕みたいにあのワンボックスボックス買いもしてるくせに店に出てるやつもあので種類分買おうとかいうね、ことをしなければそんなにお金もかからないで、楽しめる食感だと思いますので、はい、ということで、またね、組み上げたものとかあの、まあ、ちゃんともし色が塗れたら、それの写真とかですね、ツイッターの方とかに上げたり YouTube の方に動画上げたりしようと思いますので、そちらの方もね見ていただけると嬉しいです。とりあえず、取り急ぎの報告をね配信でやるっていう食感が変えたよっていう報告をねあの配信でやるっていう VTuber もねどうかと思いますけど、まあそういうキャラクターです兄弟メカに。しかもあのマウスがずっと上に置いてあるから、このねアバターの代わりちゃんがずっと上を向いてるっていうね、はい、ということで、この辺りでね、配信を切り上げて、まあ一応組み立てとかねやってみたいと思います。それでは、今回の配信はこの辺りで切り上げたいと思います。兄弟メカリでした。また次回の配信でお会いしましょう。さようなら。